観光バンド、観光法人巡査射殺事件は1936年9月19日に中華民国観光で発生した日本人領事館警察官殺害事件。観光事件とも呼ばれる。事件発生時の中華民国では中国共産党による反日宣伝活動が浸透し抗日運動が盛んに行われていた。1935年1月21日には諏訪東法人巡査射殺事件、7月10日、上海法人商人射殺事件、11月9日、中山水平射殺事件、1936年7月、嘉陽事件、8月24日、成都事件、9月3日、北海事件など数々のテロ事件が続発していた。中国側には、責任はないと主張した、楊永代胡北省。主席1936年9月19日午前11時半、観光日本租界画街大正街にある、日本総領事館、第9号見張り所に立ち番中の吉岡庭次郎、巡査が、日本租界に隣接する、スタンダードオイル車前の道路から7から9メートルほど、入ったところのタバコ屋で店主と談話していたところ、川下からやってきた37、8歳の中国人が、隠し持っていた拳銃で、至近距離から、吉岡巡査の左頸部を狙撃したため、巡査は即死した。事件直後に、日本総領事館から楊永代州政府主席と、呉市長に対して、事件の通知と、犯人逮捕捜査の要請がなされた。9月22日には、三浦義明総領事と、楊永代州政府主席との間で会談が行われ、三浦総領事からは、中山水平射殺事件をはじめとする一連のテロ事件が本事件の動因となったことなどから中国側の責任が指摘されたが、楊永代は犯人捜査には協力するが事件は日本租界内で起きたことであるとして中国側の責任はないと応じた。これに対し三浦総領事からは中国準警が巡殺している場所で事件が起きており、中国当該地の外国企業から課金していることなどから中国に責任があるとする指摘が改めてなされた。上海に停泊する第三艦隊機関、出雲翌9月23日には上海共同租界で上陸散歩中の日本海軍第三艦隊機関、出雲乗組員の水兵4名が4、5名の中国人により銃撃され死傷する。上海日本人水兵狙撃事件が起きた。第三艦隊は、日本人居留民保護のために3個大隊の陸戦隊を租界に緊急派遣した。9月24日、蒋介石は何王金軍政部長に臨戦態勢を取るよう伝令し、呉鉄城上海市長に積極海備えを命令した。このような事態を受け、第三艦隊司令長官から中央に、観光法人巡査射殺事件、成都事件などの度重なる事件に対し強硬な意志を示すだけでは保障を確立することはできないとし、ある程度の決意を固める必要があるとした提言がなされた。10月5日、蒋介石行政院長と川越茂大使との会談が行われたが、日中間の懸案は解決されなかったものの蒋介石から、日中友好の力説がなされた。11月11日には日々の洋行襲撃事件が引き起こされた。12月12日に西安事件によって監禁された蒋介石は中国共産党への攻撃を止めたい日政策を変更した。1937年になると、河北では盧溝橋事件、牢房事件、光安門事件、通州事件などで、日本軍や日本人居留民への襲撃が続発した。上海では、大山中尉殺害事件に続く、第二次上海事変が始まり、ついに日中全面戦争に発展した。P652 日本外交文書、デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、日本政府、昭和12年修法第40号、修法最近における。第29軍の不法事件外務省情報部、日本政府、1937年、昭和12年修法第40号。ABCDEFGH 渡辺昭一、日本都、シナ、1500年の真実 PHP 研究所、2006年、209ページ。ISBN 45億69648576。ABCD、日本外交文書昭和期通第1部第5巻、成都事件及び、北海事件、その他の諸事件。外務省。2012年2月5日閲覧。犯人は、シナ人、中山水平狙撃事件。大阪毎日新聞。神戸大学。2012年2月5日閲覧。ABCD 井本熊男、シナ事変作戦日誌不要書房出版。1998年、53ページ。ISBN 4829502215。ピアニッシモ652から653日本、外交文書デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、刊行の日本疎開で、我が警官、白昼射殺さる、総領事官の吉岡巡査を、シナ人拳銃で襲う。大阪朝日新聞。神戸大学。2012年2月5日閲覧。P653 日本外交文書、デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、新華月報社、1950年、52ページ。ABCD ピアニッシモ654から656、日本外交文書デジタルアーカイブ昭和期通第1部、第5巻上巻、小島城、日中戦争三文芸春秋、1988年、228ページ。ISBN 4167141310。ピアニッシモ656から657日本、外交文書デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、P657 日本外交文書、デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、小島城、日中戦争三文芸春秋、1988年、229ページ。ISBN 4167141310。P657、P658 日本、外交文書デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻、小島城、日中戦争三文芸春秋、1988年、232ページ。反日テロ団、昨夜法人商店を襲撃す、南京路の日比野博之を襲って、狼藉の限りを尽くす上海に、また不祥事件。大阪朝日新聞。神戸大学。2012年2月5日閲覧。今日は、何の日、1949年、楊虎城が殺害されるサーチナー2007年9月17日、渡辺昭一、日本都、シナ。1500年の真実 PHP 研究所、2006年、218から221ページ。ISBN 45億69648576。ありがとうございます。